原です。大工の上原です。今回みんなでつながろうプロジェクトにご参加いただきありがとうございます。作れるように頑張って説明しますのでよろしくお願いします。頑張るぞ。今回お配りしたものがこちらになります。中身を開けますとこちらになります。それでは端から説明していきたいと思います。こちらが椅子の足の部分になります。長いのが2本と短いのが2本入っております。次に座面が4枚入っております。こちらですね。次に座面を止める土台部分、長さが同じのが3枚入っておりまして、1枚会社の社名が入っておりますものが前手になります。その2本が横になります。緑色のシールが貼ってあるものが後ろになります。そしてこれが、背もたれ、青いシールが貼ってあるものがこちらになります。それと釘、木工用ボンド、釘は、多めに入っておりますので失敗しても大丈夫なようになっております。こちらの材料なんですが、釘を打つ際に使用いたしますので、またその際にご説明いたします。それでは用意していただくものは、金槌と、炭をする際に鉛筆、それと、釘を失敗してしまった時に簡単に抜けるようにあればペンチあると便利です。使用する金槌ですが、平らな部分と少し膨らんでる部分があります。平らな部分で釘を打っていただいて、最後に膨らんでる部分で釘を打つことによって木を傷めずに釘がきれいに打てるので試してみてください。まず椅子の足の部分、この形を作っていきたいと思います。まず長い足の上に短い足を乗っけて、下を平らにしていただいて上に炭をします。そしたらこの土台の2本を使います。このような形で釘を打っていきたいと思います。次にこの2つの部材を使って組み立てていきます。先ほど線をしたところの下にこんな感じですね、釘を打っていきます。その時にここに木工用ボンドを少し塗ります。その時に後ろが平らになるように合わせます。それでは釘を打っていきましょう。
釘を打つときは最初に下穴に釘をギュッと刺します。でよーく押さえてゆっくり打ちます。ある程度釘が入ってきたらリズムよくトン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 打ちます。次に短い方を打っていきます。まずここにボンドを塗ります。その際この面とこの面が平らになるように打っていきます。出来上がりました。ただ今と反対側の作っていきます。この時線とこの面を平らに合わせます。このような形になります。その時にですね、ボンドが少しはみ出た場合は、濡れた雑巾または、キッチンペーパーとか濡らしていただいて拭いていただくとすぐ取れますのでやってください。それでは長い足を下にしてこの緑のシールのついたものを打っていきたいと思います。この位置に来ます。でこの時ここに当たらないように注意しながらできます。次に正面も打っていきたいと思います。この時上と横合わせるようにしてください。
このような形になります。それでは座面を打っていきたいと思います。まずボンドを少し塗ります。座面の下穴の開いているところをこれの真ん中に来るように置きます。その時にバランスを見て平均に来るように置きます。それでは釘を打っていきましょう。あ、この材を下に、土台の下に置いて釘を打っていきます。側も同じように、1枚目に合わすような形で打っていきます。座面が出来上がりました。あともう少しです。最後に、背もたれを打って完了です。背もたれもさっきと同じように下穴が開いているところを木の中心に来るように、では釘を打っていきます。完成です。僕たちが乗っても大丈夫な椅子になっています。皆さんの作っている動画を楽しみに待っています。上手に作ってくださいね。椅子作りの上手に作るポイントとしては、ボンドをあまりつけすぎないこと、釘を打つ際に、怪我に注意して作ること。で、最後に一番大事なのは、仲良く楽しく作ることです。